ね、全国的にね、もう皆さん盛り上がっていただいているタボくんバンド、滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト、TM レボリューション西川貴教さんのマスコットキャラクターをご存知ですね。毎年9月には草津市の烏丸半島芝生広場で開催される稲妻ロックフェス、今日ブースも出てますね、こちらステージ正面には稲妻ロックフェスブースも出てます。今年もあります。9月19、20日の土曜、日曜、烏丸半島芝生広場に皆さんこちらもお集まりください。そしてこのタボくんというのはこの稲妻ロックフェスのゆるキャラでございます。去年はゆるキャラグランプリ携帯投票部門第1位、名前の由来は西川貴教さんの幼い頃の愛称ターボーから来ております。愛知県稲沢市のキャラクターイナッピーと本州四国連絡橋のシンボルキャラクターワタルくんと一緒にタボくんバンドを結成して、こちらもキレキレのパフォーマンス各地で繰り広げていただいております。稲妻ロックフェスの PR も精力的にね行ってくれています。今日は地元に帰ってきてイナッピーと一緒にノリノリのライブを展開してくれます。すっごい動きですから皆さんびっくりしないでくださいね。準備は OK でしょうか。それではタボくんバンドお願いします。一緒にゲームをやりたいと思います。これからやるゲームはご当地クイズゲームです。タボくん、イナッピー、それぞれのキャラクターや
ご当地に関するクイズをこれから出題します。答えが分かった方は元気よく手を挙げてくださいね。いいですか。正解すると素敵な商品を差し上げちゃいますよ。それでは早速行ってみましょう。ではまずタボくんのクイズからです。タボくんのクイズ第1問。タボくんは稲妻ロックフェスの公式キャラクターなんですけれども、その稲妻ロックフェス、草津市の丸々半島で開催しています。さあ何半島で開催しているでしょうか。分かる人、はい、じゃあ一番後ろに手を挙げているあなたです。大きな声で。カラスマ半島です。そのことですが、タボくん正解は大正解です。はい、じゃあお兄さん続いていきましょう。タボくんのクイズ第2問。稲妻ロックフェス、このフェスの名前の由来は車のナンバープレートである丸か×か。さあ分かる方は、なんかすごく大きな声はするんですけど手が上がらない。はい、あ、じゃあ待ってください。はい、じゃあ前から2番目の大きい声で、はい、丸、はい、丸って言ってくれたけど、タモくん正解は大正解です。はい、じゃあプレゼント取りに来てください、タモくん。はい、タモくん、じゃあ続けていきましょう。第3問です。あれ、まだ問題言ってないよ。今年の稲妻ロックフェスで初めて登場したチケットがあるんです。そのチケットの名前は稲妻。さあこの名前は何でしょうか。あ、じゃあもう日本で、ね、あげてるお母さんかな。はい、どうぞ。プレミアムとのことですが、タボくん正解は大正解。あ、お母さんの代わりもう一回取りに来てくれたの。はい、ありがとうね。続いてイナッピーのクイズいきましょう。イナッピーは皆さん見たことありますか。イナッピー会ったことあるよって方はちょっと手を挙げてみてください。あ、結構いますね。ありがとうございます。今日はね、愛知県の稲沢市っていうところから遊びに来ました。稲沢市は銀杏の生産量が日本一なんだよね。さあそんなイナッピー、頭見てみてください。こちらはね、稲沢市特産の足玉と植木、そして体全体は黄色でしょ、これイチョウの黄色なんです。で、鉢巻きとふんどしは稲沢市で行われる神宮裸祭りをイメージして作られた元気な祭りっ子です。なんかね、見た目がタケノコみたいでしょ。よくタケノコのキャラとね、間違えられちゃうんだよね、イナッピー。さあタケノコというと怒りますからね、皆さんはお間違えないようにお願いします。さあそんなイナッピーのクイズ、早速ですが第1問。イナッピーのこのふんどしは相撲をイメージしている。さあ今私説明したばっかりですよ、ちゃんと聞いてた人分かりますね。相撲をイメージしている、丸か×か。はい、はい、じゃあ黄色い T シャツの、はい、君どうぞ。うん、あ、 T シャツって見せてくれたけど答えはどっちかな。丸？丸って言ってるけど、イナッピーどうなの？相撲イメージしてるの？あ、怒ってるよ、なんかイナッピー。違うんじゃない？バツ！バツとのことですが、イナッピー正解は？バツ、大正解です。そうなんです、こんなお相撲さんみたいなフォルムですけどね、イナッピー違うんですよ。これは神宮裸祭りをイメージしてますからね。もう遊び始めちゃってるけど、どうしようかな、イナッピーのクイズ1問だけでいいかな？怒られるかしら？やだ。いい？OK って言ってますよ、なんか。じゃあパフォーマンスいっちゃおうかな、タボくん巻きてきたみたいだし、いいですかね。せっかくなので、じゃあタボくんとイナッピーのパフォーマンス、もう一パフォーマンスだけご覧いただきたいと思います。こちらね、練習したての最新のパフォーマンスのレパートリーです。じゃあタボくんイナッピー準備いいですか。それでは参りましょう、ミュージックスタート。Yeah.
ず近くに誰かが犠牲になって同じ場所を本当になってね、キレッキレでかっこよく踊ってましたけど、最後こけちゃったらちょっと決まんないぞ、イナピー大丈夫？はい、さあ、あっという間でしたね。皆さん お楽しみいただけたでしょうか。それでは最後にちょこっとだけお知らせです。先ほどもご案内させていただきました、タボくんが公式キャラクターを務めている稲妻ロックフェス、いよいよ来月の9月の19日の土曜日、20日の日曜日に琵琶湖博物館のお隣、ハラスマ半島芝生広場で盛大に開催されます。今日は意外と知られていない稲妻ロックフェスのミニ情報を一つだけお教えしたいと思います。稲妻ロックフェスではアーティストたちの熱いライブが繰り広げられる有料エリアの他にも、無料でご覧いただけるフリーエリアっていうものがあるんですよ。ご存知でしたか？このフリーエリアではブレイク直前のアーティストのライブですとか、それからタボくんやイナピーが大活躍するご当地キャラクターのイベント、そして美味しい滋賀の恵みを味わっていただけるフードコートや人気のオフィシャルグッズ販売など、こちら全てがなんと無料エリア内でお楽しみいただけちゃうんです。さあ、そんな稲妻ロックフェス、気になる今年の出演アーティスト、まずはもちろん BM レボリューション、そして Uber ワールド、NMB48、 高田久美、ピア&ロージングインラスベガス、 AKB48、 桃色クローバー Z、 アレキサンドロス、キュウソネコカミ、超特急などが発表されております。詳しい情報は今後もどんどんオフィシャルサイトの方で発信されていきますので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。そして今日ここ牛肉サミットの会場内では、ちょうどこのステージの後ろですね、イナッピーが今いるあたりなんですけれども、稲妻ロックフェスの公式ブースが設けられております。こちらでは稲妻ロックフェスに先駆けて毎年売り切れになる大人気のオフィシャルグッズの販売と一緒に、稲妻ロックフェスのチケットも特別販売しております。今日はね、地元での開催イベントということで、なかなかのスペシャルブロックをご用意しておりますので、ぜひ皆さんお立ち寄りくださいませ。さあ、それではキャラのみんな、最後までステージを見てくださった皆さんに挨拶しますよ。もうイナッピー大急ぎで帰ってきましたけどね。はい、ありがとうございました。稲妻ロックフェス公式キャラクターのタボくんと、愛知県稲沢市のキャラクターイナッピーでした。